はい、どうも、道理玄です。さあ、クライマックスファイナルステージ第2戦やっていきましょう。今回の先発は谷川くん。で、左投げかな多分相手が。左投げなので、今回タリスでもな、打ってたからな、タリスあげますか。まあ、このオーダーで、いきましょうかね。オニールを一回下げて、足原を上に上げときましょう。オッケーオッケー。よし、これでいきましょう。さあ、第1戦は引き分けだったものの、まあ、僕ら勝ってるんで、このままいけば、星プラス1個だったんじゃないかな。だから、あと2勝すればとりあえずもう確定になるんかな。わかん、ちょっとそこら辺わかんないんですけど、まあ、とにかくも確認も勝てばいいんです。やっていきましょう。プレイボール。山手球場です。ロリッチ対阪神タイガース。さあ、シリーズファイナルステージ第2戦をお送りしてまいります。ロリッチの先発は南国の王子さん谷川。対するタイガースの谷川頑張ってくれ。変化球投手塩谷。以上の両先発。さあ、間もなくプレイボールです。いや、結構いい打線なんだよな。南国の王子さん谷川。さあ、谷川22試合で11勝5敗 2.2。どんな投球を見せるのか。今シーズン143イニング投げなかったんですけども、規定投球回投げなかったんですけども 2.2 は立派ですよね。ボール。なんかいろんな都合でこの子22試合で終わっちゃった。投げました。外角高めいっぱいストライク。投球は3球目。投げました。スラーブ目を振ってストライク。追い込んでいます。谷川とさ、小瀬村のこの2人に関してはずーっともう第一戦で投げてるんで感慨深いですね。でここはヒットを打たれてしまうが、今のいいプレーだったな。金抜けるかなと思ったけど、さあストライク先行。投球は3球目。アウトコース高め。いいね、3球三振。ナイスピッチング。左バッターボックスは投げた。打ちました。ファール。ここはファールボール。第2球。高速スライダーはストライク。さあ2球で追い込んだ谷川、結構いいんじゃないの今日。打った。フラフラッターが。これもストライクゾーンで内角攻めてショートフライ。ランナーは一塁変わりません。バッター村上。第9投げた。見送ってストライク。さあツーシームファーストを内角決めていって、初球ストライクから第2球、次高速スライダー決めていく。さあ2球でまた追い込んだ。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を打ちました。いや素晴らしいね、今日ストライクものすごい入れてんね。ぐいぐい攻めています。谷川3塁に終わりました。ロリッチまずはゼロに抑えました。さあバッターは大金から。切れ味抜群の変化球投手塩谷。マウンドに。さあこの子も18試合で11勝4敗か。結構いい投手だな。1回の裏ロリッチ攻撃に入ります。バッターは天性打撃大金。さあ大金。左かなんか。投げた。内角低めいっぱいストライク。ハーシーの左投げ能見さんかな。第3球を投げました。ストレート空振り。バッター追い込まれました。次が4球目。投げました。見送ってボール。第5球飛ばしたね。あーこれはポテンヒットな。オッケー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 。今ダメかなと思ったけど、ラッキーラッキーラッキー。さあバッタータリス投げました。ボール。カーブこれは決まらない。第2球投げました。低めの球空振り。ストレート空振ってタリス。ワンワン。牽制球を送ります。さあ大金走っていくのもいい、ありかなと思いますけども。投球これから4球目。打ちました。当てていったバッティング、これはアウト。ランナーは一塁変わりません。第9投
げた、ボール。さあバッターはマセ君。第2球投げた、ボール。第3球大金走った、ヒッティング、大金走った、これはヒットエンドランかな、ロリッチランエンドヒットかな。投げた、変化球ストライク、インローへ。さあ崎山ツーアウトながら投球、これから2球目、得点圏にランナーがいます。追い込まれました、追い込んでからペンテテテテン、投球これから4球目、スプリットはボール、ツーツー。第5球投げました、見送ってボール。ここはフルカウント、さあ崎山狙うか。第6球を投げました、三振、これは空振り三振。リプレイをご覧ください。ストライクゾーンからボールゾーンへ逃げる、ロリッチ得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。カーブでしたね、今のいい球やな。高めボール球打った、あーただこれは打たれてしまった。どうだ、お金間に合わない。いいバッティングを見せました、ロリッチ先制のピンチを迎えます。第2球得点圏にランナー進めてしまった、ノーアウト。第3球をここ粘ってほしいなと。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、あーどうだこれ、タリス取れるか、タリス取った、危ない、背面キャッチ、よく取った。フルカウント、これはストレート、バットが折れてしまった、フルイヤーが取って、ツーアウト。なおもピンチが続きます、先ほどのプレーです。ただツーアウトながらランナー2、3塁、ヒット1本で返ってきますね。バッターはピッチャー塩谷、投げました、初球スラーバー空振り。さあスラーブ空振り、第2球ここで投手なのでかいな、ただ気を抜かずに意外と打たれる可能性高いんで、2割だから。第4球を投げました、打ちました、うまく打たれた、うわーヒットになります、ボールが、いやマジか、いや谷川結構いい投球してんだけどな。こちらが先ほどの先制のシーンです。ここで打たれてしまったか、まあしょうがないよね。打順は1番に帰って小畑、今日バッターは小畑、2回目のバッターボックス。第2球投げた、打ちました、これは内野ゴロ、小畑は詰まった当たり、スリーアウト。スリーアウトチェンジ、2回の表が終わって2対0、ちょっといただけなかったな、あの最後が。2回の裏ロリッチ攻撃に入ります、バッター必殺二塁打、バッター坂田、ここでヒット打ってほしいな、1本投げた、危ない球。第3球を投げた、打ちました、坂田当てていったバッティング、ゴロゴロヒット、ライトへのゴロゴロヒット、いいですね。バッターは篠原、膝元ボール。さあ篠原ホームラン9本だからな、1本ぐらい打ってほしいな、ここで。ストライク、第3球決まった、ストライク、ワンツー追い込まれた。第4球を投げた、低め、空振り三振、スプリットに手が出てしまった。バッターは足原、さあ足原併殺が光っております。今シーズンあんまり良くなかったものの、打った、追い込んで第3球を外れた、スタメンでとりあえずはな。一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げました、打ちました、うまく当てたバッティング、センター前進、うまい、ナイスヒット。さあポテンヒットでランナーが出ました。バッター古谷、打ちました、あー古谷これ初球、このいやーそれは痛いな、いただけないな、全然いただけないな、それは。一塁二塁変わりません、ダメっすね。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、初球外れても今の投球はダメダメっすね、投げました、今のバッティングか。さあ谷川打てるか、第3球決まったストライク、うん、さあ4球目打ちました、ピッチャー返し、打っていた、ただこれはショートが守って、さあリプレイです、スリーアウト。そうか、まあしょうがねえな、よしこっから2点返していこう、とりあえず今は。ロリッチ結局ランナー2人残塁、2回の裏が終わりまして頑張っていこう。3球目
ムービングファースト、いいハイ、いい球、最後は見逃し三振に仕留めました。9回の表が終わって3対1、いい投球。9回の裏2点を追いかけます。さあ篠原攻撃に入ります。うわ、いいバッティング篠原、素晴らしい。篠原に高めの球はダメですね。今のは相手のミスですよね。バッターは7番、足原。バッターは足原。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた、決まってストライク。さあ足原ヒット1本打ってくれないか。投げた、ボール。 OK OK、 2-1。第4球を投げました、打ちました。当てただけのバッティング。一塁キャンパス、これはファーストフライ。これでワンアウト。さあ進みます。一塁変わりません。途中から出ております。投球これから2球目、ボール。今シーズン13本、2割13本60打点。なんとか一発、空振り三振。内角ちょっと今の打てないか。うわーオニール、ただオニールちょっとなちょっと一発は期待できるけどな。初球ストライク、決まってストライク。きついよな第3球、当てたバッティング、いいバッティング だったんだけどな。第2戦を落としてしまいました。いやーマジか。いや谷川がいい投球やってた分、いやー塩谷か、本当に今日は塩やか、塩谷か。ご覧いただきましたように3対1、お前の名前を覚えておこう。破れました。ロリッチ残念ながらあと1本、いい投球だったな。気持ちを切り替えて次のゲームに期待しましょう。実況担当は玉井秀夫で、ヒットは出ていたんですけども、なかなか粘りの投球でとね、まあ谷川秋吉は、まあ秋吉はよくやったとは言えんけど、谷川は7回に失点はよくやってくれたと思う。まあしゃあねえな、次の試合だ。次さあ次の試合へ行きましょう。